俺どこで切れたかも覚えてないよ。ちょこっとだけやって挨拶お願いします。そうですね、消えました。どこまで見れてた。これめちゃめちゃちゃんと歌ってたんだけど、あのちょっと間違えてしまったんですけど、あ、サビの途中です。サビだって。うん、なんか切れた。なんかわかんないんですけど、もういいか、ファンクラブに移行しますか。じゃあ、アコペラでいきます。なんで切れたかちょっとわかんないから、うん、桜のような桜のような君でした。春のような恋でした。いつまでも続いてゆくとそんな気がしてた。風が吹いて散るようにハラハラと散るように、あの風が連れ去ってゆく。待って待って、ということで、次は、続きは、ファンクラブの方に、移行いたしますので、ぜひ、皆さん来てみてください。バイバーイ。ありがとうございました。ちょうどっけ、告知事ないですか？あとなんか。これを見てくれている、かなに。ないですよね。ない。嘘つけ。年末、ツアーやります。ぜひ皆さん、ジョーカー来てください。よろしくお願いします。そして、CD がリリースするので、シングルが。はい。シングルの方もぜひ、チェック。曲名出てるもんね。あわわ。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。うわー、これとかやっちゃう？どうもー、どうもこんにちは。ドドドドドドド、どうもどうも皆さんこんにちは。さあ、カラオケ配信をしていこうと思ってるんですけれども、どうしよっかな。いろいろですね、僕の、ファンクラブの方で、何ですか、曲を集めたんですよ。はい。なんですけれども、このインスタライブでちゃんと歌えるのがあるか、ちょっと俺はもう今不安になってきてて、ちょっと曲選択あれだったなと思ったんですけど、どうしよう。絶対にちゃんと歌えるやつにしよう。やべ、それなんだろう。はい。じゃあ、ですね。
ってるかな、これ。本当に、ちょっともうこれ出しちゃうっていうところなんですけど。うわぁ、一番最初にこの歌歌うのちょっとなしか。なんかないよな。いや。え、これどういう歌だっけ？俺よくそんな歌を入れたなぁ。いける？なんだっけ？あれ？あ、これどういうやつだっけ？あー、いや、これはダメだ。いや、もう行きますか。お前、最後は、最初はちょっと盛り上がるやつ歌うのが普通じゃんみたいなね、感じだと、あ、マサだと思ってると思うんですけど、もうちょっともうあれです、あの、このあれですね、いきなりこのカロ、あの、インスタライブでちょっとミスったやつ歌ったらお前ちょっとやばいじゃんみたいな感じだと思うので、いっちゃいます。すごいね、このエコーが。ちょっとこれさ、歌詞これどうやって見るの、これ。Hey, ha, ha, you got it? Ha, ha, ha. Hey, ha, ha. Thank you. Sayonara, つぶやく君が僕の傘残して駆け出してゆく悲しみ降り出す街中華銀色に煙って君だけ消せない最後の雨に濡れないように追いかけてたら抱き寄せ瞳閉じた本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したい解いた髪を広げて僕の夜包んだ優しい人さ不安な波にさらわれる砂の城怖くて誰かを求めたのも強がりだけを覚えさせたね泣けるほど愛したりしないさよならを言った唇も僕のものさ君を忘れない Woo!ちょっと音どうですか？マイクどう？いい感じ？確かに今日雨だからめちゃめちゃちょうどいいじゃん。明日の君を救える愛は僕じゃない、でもこの詰めている言葉にできない
強く抱いて君を壊したい。ありがとうございます。雨の中、最後の雨を歌わせていただきました。すげえ、見て6400人もいるよ。ありがとうございます。え、なにこのコラボね、コラボをちょっと申請してくれてる方いるんですけど、ちょっとランダムで承認したいと思います。今ちょっとマネージャーがガチで不安そうな今顔してました。嘘ですよ、嘘だよ嘘で決まってんじゃん、なわけ。はい、ちょっとでもそれ面白そうだな、やったら怒られるかな、ダメだ小さくちょっとうなずかれました。はい、そうしましたら、どうしようかな。もうちょっと本当にこれちょっと僕はね、昨日ちょっと覚えたんですけど、本当に間違えたらごめんなさい。で、その間違えたらやばい歌をここで歌わない方がいいか。ファンクラブならね、ちょっとなんですか、ちょっと多めに見てもらえる可能性があるんですけど、この間違えたところのことね、添付してこいつやばいみたいなことを押されたら俺もちょっとやばいんだよな。大丈夫、これちょっとね、歌ってっていうのはね、いや、新しく覚えたというか4曲ぐらいちょっとね覚えたんですよ、僕昨日と今日で。だからね、すごいね、間違えてしまう部分があるかもしれない。はい、という、とりあえず行きますか。いい、多分いけるな。ちょっとね、もうね、なるべく間違えないように書いてきたんですよね、このこう、はい、 OKOK、 もういきます、もうこれ1番でやめまして、その次はもうファンクラブに移行したいと思いますので、ぜひ気になった方は僕のファンクラブにぜひ入ってみてください。はい、言います。桜、で二人なんてこともないせいばかり、でも僕にとっては全部忘れない、きっと心象忘れない、どうゆくか